ひどい、ひどすぎる、枯れる寸前ですね。復活できるのか、応戦してみます。3年間放置しっぱなし、枯れる寸前のこの丸殺し、完全復活させますので、この陶器鉢ですがおちょこ型ですので抜けそうにもありません。仕方ないのでこのハンマーで割る。はい、割りました。結構根っこが、そうですね、だいぶ老化してますね。ではゲブラ長清です。毎回ご視聴いただきありがとうございます。3年間放置しっぱなし、夏は日よけのない過酷な環境で夏もちし、冬は霜が降りたり、年間屋外の環境下で老化したマーガレット、品種は葉の形状から丸殺しと判明しました。3年間植え替えもせずに屋外でよく耐え抜いたもんです。タフさに正直驚いてます。枯れる寸前のこの丸殺し、完全復活させますので、よかったらチャンネル登録またはグッドボタンをお願いします。さて、これからこの古株を植え替えさせ、復活させて、いきたいと思います。この鉢、陶器鉢、直径が約17センチあり、6号鉢相当の大きさになります。7号鉢に無理のない7号鉢に植え替えてみたいと思います。この陶器鉢ですがおちょこ型ですので抜けそうにもありません。仕方ないのでこのハンマーで割ることにします。はい、ありました。結構根っこが、そうですね、だいぶ老化してますね。よく耐え抜いたもんです。はい、この陶器鉢から抜いた丸殺しを、無理のないこの7号鉢にね植えていきたいと思います。はい、7号鉢に、植えていきます。その前に用土がだいぶ、詰まって、根っこが詰まってね古くなってるので、少しね土を落としていきたいと思います。そして、新鮮なゲブラ培養土をね、加えて生育をね促すようにします。ちょっと叩いて根っこに付着している土をね、古い土を落としていきたいと思います。ちょっとぐらい根っこね切れても問題ないと思います。僕ら切っちゃいますね、根っこ。はい、ちょっと切れちゃいましたが、このような状態で、再生、植え替えてね再生させていきたいと思います。長いので用土はね、ほんの少しだけ鉢底に、入れてあります。1割ぐらいですね、用土入れました。で、丸殺しを深めにね植えていきたいと思います。その理由として、高く植えてしまうと、株が育ち、全体的なバランスが、鉢とのバランスが悪いのでね、深めにしてこういうこんもりをイメージした状態で、探したいと思いますので深めにしました。で、新鮮なゲブラ培養土をたくさん入れます。さて、この3年間放置しっぱなしの丸殺し、完全復
活に向けてチャレンジしてみたいと思います。はい、このような感じで植えました。鉢の縁から2センチ下まで土を入れて、冠水した後1センチ下がりますので、はい、植え替えました。フル株、3年フル株の丸殺しですね。完全復活に向けて、まあ、3月の下旬です。10度を下回る日もありますので、その日は室内に入れます。そして10度を超えたら、屋外に出してたくさん日に当てるようにします。ゲブラ培養土は、10日間必要はありません。10日以降ですね、植え替えたばかりの丸殺しですので、初回は根っこを切ってますのでね、6から多くても 8g 観光石肥料を与えたいと思います。こちらが3月12日に植え替えした丸殺しです。もともと株が老化してましたので、芽の吹き自体は本来の生育ではなく見栄えは良くありませんが、よくここまで復活したと思います。特別な管理はせず、植え替え後10度を切る日は室内に入れ、翌日は屋外に出す作業をたびたびしてました。肥料は10日後環光性肥料を 7g 追肥しただけです。葉も花も元気に咲いて気持ちよさそうですね。梅雨が入る6月8日頃を目安にカットをし、梅雨が明ける7月2日以降、夏越し対策で8月いっぱい乗り切りたいと思います。他のマーガレットも含め、梅雨対策と夏越し対策をご案内したいと思います。今回も丸殺し、3年放置した株を復活しました。最後までご視聴ありがとうございました。